にちは、クルミッキーです。来ちゃいました。ダブルリーグ横浜元町店です。神奈川でマークドローナ帰るのダブルリーグ横浜元町店だけです。ぜひダブルイーグル横浜限定ラインになってます。そうなんですか、はい、これ何の略だと思います？ゴルフバカ。正解ですよ。正解です。マジです、はい、シューズメンズレディースともどももうこのタワーで店の中心にドーンとそびえ立ってます、はい、いよいよレディースの部屋の通り、うん、はい、はい、やっておりました。先ほどマーカンドランナーもありましたけど、はい、これレディースしかないブランドで、はい、MGF っていうブランドなんですけど、このマーク見たことないですか？あ、ミズノじゃなくて、はい、ミズノ。ミズノです。ミズノのレディースのちょっと品があるラインとして MGF が出てまして、MGF ってブランドで出てるんですけど、はい、ダブルイーグルの方でもすごく好評いただいてるブランドでして、はい、ミズノって言われなきゃ分かんないような感じにもなってます。で、取り扱いの方もミズノさんの直営店と、はい、あとダブルイーグルぐらいの取り扱いになってるので、本当にもう販売チャンネル非常に少ないブランドになってます。はい、食い気味で見る。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いですよね。これとか、あー似合いそうです。なんか横のグリッターのラインがめちゃくちゃ綺麗。スワロも綺麗、はい、あでもちゃんとランバーが入ってます。うわめっちゃこれとかも好きです。これ可愛いです。あのミズノのさロゴが入るとさ、うん、閉まるね、うん、そうですね、うん、上品な中にちゃんと閉めるとこ閉めてるって、うん、うわ、はい、もちろんやっぱりそのスポーツブランドであるミズノさんなんで、うんうん、冬のものに関してはもうあったかいのでにもう公表されてるブレスタム、ミズノさん独自の素材ですけど、はい、汗とか吸うと発熱してくるようなあの素材が入ってるので、そうなんですか、見た目以上にあったかい、あったかいじゃないですか、はい、この辺とかもですねうちのお店でもすごく人気いただいてます。フードになってるので取れるわけではないけど、はい、あでもニットからかわいい。めっちゃ好きです、こういうの。どうしよう。いやもう本当に欲しいものが多すぎて、ちょっといっぱい出てきちゃった、どうしよう。フラッと見に行こうみたいな感じで来たのに。ちょっと。とはですね、基本的にメンズで置いてるブランドがそのままレディースもあるような形になってるので、はい、まあ、先ほどもご紹介させていただいたエルグワンの方で、今度女性ものになってくるので、パンツだけじゃなくてこういうスカートとかも、ダウンのスカート、ダウンスカートとかこういったものも入ってますし、はい、レディースラインとかでこういう、もう全然こういう柄ってゴルフウェア今までなかったですからね、うんうん、こういうところもやっぱり他にないっていうところもあって人気いただいてます。セットアップが、セットアップでできる、セットアップができます。あれこっちのスカートとこっちのスカート違うんですか？これはですね、ここが縁が変わってたりとか、違う、ちょっと違う、はい、ちょっと違います。かわいい、かわいいです。ブリーフィングがもちろん入ってますし、うん、うちのお店でもやっぱ人気ですけど、うんうん、イズリールのレディースも、あーでもこのグレーは来ました。あー本当ですか、はい、なんて言ったらいいんだろう、なんか履いて、はい、とりあえず足が長く見えたんです。あそう、ちょっと短くしてるっていうお話なので、もうそれもあって膝上とかになってくるんですけど、やっぱり足が綺麗に見えて長く見えるってところはイズリーさんの使った特徴ですね。この色入ったのかな、なんか結構カーキってあんま選ばないんですけど、はい、チャレン、なんかそのそんなにカーキって感じじゃないからチャレンジしやすくて、そうですね、これとかもいい。イズリールさんのカーキってなんかチャレンジしたくなるんですよね、うん、こっちにラフ&スウェールがあって、はい、レディースラインなんでやっぱりこのスカート系とかもいろいろと出てたりしますし、うんうんうん、この辺のキャップとかも合わせるともうザ・ラフ&スウェールって感じの、カモの端が、カモの端がこう、カモの端かわいい、かわいい、かわいいです。レディースになってくると今度刺繍がピンクになったりとか、かわいいね、ピンク、はい、で保温ガーメントも、はい、あ、さっきのさっきのレディースバージョンもありますし、かわいい、あここも裾が、裾がリブがついてます。ブラウンのウェアってなかなかないんですけど、合いますよ、うん、レザレクションもありますし、うんうんうん、これがなんか好きで、うっすら、あ、ま、うっすら模様が入ってて、がっつりもいいんですけど、このうっすらレザレクションのロゴというか、なんていうんですか、柄が入ってる、これも人気らしいですけど、人気です、うん、もうこういうバッグとかもいっぱいありますし、随時新作とかが入ってくるようになってるので、うんうん、あ、出たー、なってました、横浜オリジナル、なってました。レディースの方はスカートになってます、
めちゃくちゃいい。いや後ろも後ろも可愛いんです。これ高いんだろうな。ちょっと見せてください。パーカー、パーカーは6万500円でございます。こ、これセットにしたら11万円でございます。歩けない、このゴルフ、ゴルフできない。おい、こちらの方もめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛くないですかこれ。横浜限定モデルでございます。これもですか。色違いとかは出てるんですけど、このカラーに対してはネイビーはもう横浜限定と、はい、ここファスナー、止水ファスナーで水入んなくなってたりとか。あ、すごい。結構機能性も優れてるので、うん、で開けてもらうと結構カポッと奥深いので、うん、意外と入ります。そう、カートのあれになんか、なんていうんですか、幅が狭いから後ろのカートの荷物の取り合いにならないっていう。謙虚にこう横広いともうガン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 山積みみたいになりますけど、これちょうどいいサイズなので。ペラフィエのレディースラインとかも、はい、こういう薄いピンクとか、薄いピンク、かわいい、かわいい、うん、好きな色です。あー似合いますね。ピンクは出てみてください。ピンクは珍しい色ですね。珍しい、はい、金があって落ち着いて、かわいい、かつゴルフ場とかの緑の上とかで見ていただくと、うん、しっかり映える色合いになってるので、やっぱこういう色合いって、まあ、高級ブランドさんとかやっぱすごく上手なんですよね、うん、色味というか、はい、ラルフローレンのレディースの方もこのような形でご用意してまして、はい、で意外とですねこの柄人気なんですよ。なんかここで見たら派手かもと思ってもゴルフ場行ったらなんか全然、はい、やっぱりちょっと派手かもって思うぐらいの方が、うん、ゴルフ場で映えるので全然これぐらいいっちゃっても。これめっちゃいいな。あ、おでこ丸ですね。何ですかおでこ丸。これこれ軽井沢発祥のブランドなんですけど、みんなもうハンドメイドで一個一個手作りで作られてて、ちなみにあの一体一体に名前がついてます。そうなんですか。はい、こちらがですねマグナスくんです。マグナス、赤マグナス。わ、なるほど。お、私緑が気になる。緑の子がですね、はい、緑の子はキリアンちゃんです。手作りか、ハンドメイドなので。ハンドメイド、はい、これが今私が履いてるパンツのスカートバージョン。おそろです。ペアコーデはいいですね、うん、はい、ということであのダブルイーグルのウェア一通りご紹介させていただきました、はい、もうほぼほぼあのメンズレディースともどもブランド置いてありますので、うん、まあ、ペアコーデ作っていただいてもいいですし、うん、もちろんメンズにしかないライン、レディースにしかないラインが置いてありますので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。神奈川でも初上陸のブランドも多数ありますし、うん、あとはその店舗でここまでブランドがいろんなハイブランドがまとまってるっていうお店もダブルイーグルぐらいしかないので、うん、ぜひダブルイーグル行ってください。ぜひ。しかも駅からすごい徒歩1分、はい、1分2分で、1分2分ですか、はい、もうあの駅のホームから地上出てくるまでのが長いんじゃないかってぐらい。確かにそれは。中華街はすぐ、中華街はもうすぐです、うん、まあ、あの逆側ですね、はい、うん、川渡ったらすぐ中華街です。じゃああれはね、ダブルイーグルで買い物して、はい、中華街でご飯食べてっていう、うん、楽しいですよ。めちゃいい。わかりました、はい、でせっかくだから、はい、まあ、やっぱくるみっきーさんコーデ、はい、はい、していただいてて、はい、山田店長がイケメンじゃないですか。スタイルもよく恥ずかしい。の、はい、コーディネーターを選んでいただいて、はい、ちょっと試着していただきたいなって、はい、終わりました。モノトーンが好きなんですかね。今日がモノトーンだけか。私は前も話したんですけど、パーカー系が好きなんで、ちょっとパーカー系にしようかな。パーカーを着てもらって、はい。もう山田店長に似合うか似合わないかじゃなくて、完全に私の好み。どうですか。何着ても似合いそうですからね。ちょっと派手、落ち着いた派手さを出してみようかなと思いながら。なるほど。こういうセットアップで。はい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 。でも暑くなってきたらちょっと脱いでもいいんだよみたいな。はい、じゃあ選んでもらったものが試着室に入ってます。はい、手前で、はい、まあ、奥に山田さんが入ってるので、はいはい、レッツお着替えタイムですね。はい、着替えタイムです。うわ、行ってきます。行きます。おお、これを選ばれたんですね。
やばい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 。なるほど。いや私選ばない、ね。あ本当ですか。よっしゃ。可愛いでも。できました。できました。はい。ただん。これスリッパでですか。ただん。マーカーのロナでした。どうですか。あの山田店長に選んでもらって。いやなんか着ない色だったんですけど着たらあの子意外と。いけるっていうか、うん、似合ってると思って。この主張がそこまでね。うんうんうん、かわいい この冬って感じです。見せます。はい。じゃあ山田店長お願いします。はい。うわ、やっぱり。はい。やっぱり。横浜限定宇野でございます。おお、もうなんか。めっちゃいい。選んだポイントは何ですか。選んだポイントはもう完全に自分の好みです。おお、やった、なんか嬉しい。え、山田先生逆にポイントですか。はい、絶対にあの普段着ないような感じにしたかったんで、うん、ちょっと柄にチャレンジしてもらいたいなと思って、はい、もう今年のマーク&ローナーの新作の、うん、この迷彩チックでドクロあってでもチェックっていう、うん、一見合わせるの難しそうに見えるんですけど、うんうん、実はセットアップとかで来てもらったりするとすごく映えるようなコーデにしてみました。かわいい、かわいい。しかもブランド違うんだけど、うん、意外にこうカメラ越しで見ても、はい、結構ね、こいつ変わるんですよ。なんか中で騒いでた違うとこ開けたらここ開けちゃって、どこか最初こう、ま、閉じてて間違えてここを取っちゃったんですよ。そしたら あれみたいな、これ取れるんですか。これ取れるんです。ベストみたいにもなる。ベストにもなってくれます。すごい、全然イメージ変わる。全然違う、はい、かわいい、かわいい。ちょっと正面から、あーかわいいです。店長がカメラやってます。やばい、すげー入る、超かわいい。すごい話カメラマン。あー最高っす。店長モデルになりきってますね。だんだん慣れました。え、この視線が気持ちよく感じちゃう。全然気にならないです。あ、本当。ナイスナイス。柔軟していく。いいじゃんいいじゃん。はい。ます。ます。ですよね、なんかブランド違いですけど、うん、結構こう合ってる、合ってる、あ、そうですね、合ってますよね。別に色の指定とかしてなかったけど気づいたらネイビーを選んだ。ネイビーを選んでました。という感じで、まあ、いろいろバシャバシャ撮ってもらって、はい、インスタにも上げさせていただきます。ありがとうございます。はい、今回はダブルイーグル、はい、横浜桃太地店、ありがとうございます。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 ミッキーさんもありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあもうこの後買い物を楽しむ感じで。はい。あ、違うわ。クラブが。クラブ。クラブ。まだもう一個ありますから。2階があるんで。この後、じゃあ、はい、2階ね。はい。見せたいものがあるって言ったから。はい。じゃあ行きましょう。楽しみでした。とっておきがあるんで。はい。じゃあ今回の動画は終わって、はい、次回の動画は2階になります。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。